皆さんこんばんは。本日はエキシビジョンマッチ FC 東京対名古屋グランパスエイト、解説は中西哲夫さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。中西さん、早速ですが今日の見どころをお話しください。はい、両チームともどういう形で試合に入っていくか興味があります。開始の笛が鳴りました。前半戦キックオフ、今日の試合どのようになりますでしょうか。注目です。下げてここはケリー、キープ力には評判のある選手。さあシュート。さあ FC 東京、今日初めてのコーナーキックです。今日最初の大きなチャンスを迎えます。いや、ここは見せてほしいですね。いいディフェンスです。シュート、手で弾いた。キーパーここはよくしのぎました。またチャンスになります。ただ流れは来てますよ。ショートコーナー、ゴール前に切り込んだ。これは真正面。左サイドを使います。さあ今度は左から上がっていきます。ボールは正面へ。鉄壁の守りを見せます。そして小賀、縦への大きなパス、ワンタッチで、そしてここはルーカス、一旦後方へ下げます。さあ前半も時間が少し経ちました。FC 東京、今のところいかがですか。ちょっと慎重になりすぎてるかもしれませんね。FC 東京、いいところでのチャンスを得ました。狙った、ポストスレスレをかすめていった。残念でしたね。狙いなかったんですけどね。 FC 東京、あと少しのところで得点になりませんでした。まあ、シュートで終わってますからまだチャンスありますよ。さあウェズレイ、浮き球できた。タイミングが合わない。さあ攻撃に注目です。チャンスになるか。さあここからですよ。低いボール、しかしこれはよく止めました。抑えが効いていいシュートだったんですけどね。前半も15分が過ぎました。このパスはどうだ。これは読まれていました。硬い守り、サイドに逃れました。0対0、点差はありません。角田、詰め寄られました。大森、横へ運んでいきます。もう一度つないで、角田、必要なチェック、プレッシャーを与えます。つないでルーカス、長いボール、大きく前方へフィード。ここはルーカス、壁を使う、うまく決まった。ダイレクトで送る。ここからケリー、クリアした。
もなく前半も30分が経過します。なんとファウルです。激しいチェックに行きます。右を使ってきた。さあ通るか。アーリークロスだ。ディフェンダー必死にコーナーへ逃れました。さあコーナーからの最初のセットプレー。さあショートを使います。ゴール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 。グランパス、まずは先制ゴールを挙げました。ゴールしたのはフォワードマルケス。サポーター喜んでいます。いやー、いい攻撃の形でしたね。先制のゴールを決めましたが、長西さん、はい、やはり先制点を決めるということは試合有利に運ぶというのがポイントだと思うんで、非常にいいと思いますよ。激しい攻防です。縦にボールが出ました。ここは通りません。右へ。出した。このスルーパス。プレッシャーをかけます。前方へ仕掛けます。ここはカットします。キーパーに戻します。もう一度。今前半の40分です。一旦キーパーまでボールを下げます。グランパス、得点後の動きですが、中西さんどう思われますか。はい、いいリズムでいけてると思いますよ。この流れに乗ってさらにゴールを狙いたいですね。流れを切りました。スローインするのは中村。ボールに角度をつけた。ここはクリアします。これもクリアされます。長いボールだ。もう一度頭で左へ振りました。右に展開します。ヘッドだ。ここでホイッスルが鳴りました。グランパス、前半に先制して折り返したわけですが、中西さん、いや、いい雰囲気で前半を終えることができたんじゃないですかね。そうですか。そして前半終了時のスタッツです。グランパス、エリアの使い方についてはどうですか。うん、しっかり相手の弱点をついた攻め方ができていると思いますよ。この調子でいってほしいです。はい、ありがとうございます。前半戦を終わりまして、その差は1点。グランパス1点リードで前半を折り返します。現在画面ではハイライトをご覧いただいています。この後も引き続き試合をお楽しみください。後半戦が始まりました。両チームとも前半終了時と同じメンバーで臨んでいます。回してマルケス。左サイドを使ってきた。右から行きます。大きく縦へ出します。これを返した。一旦戻します。左を使って
前に送る。同点のチャンス、ゴール前に入れた、頭で来る、クロスバーの上。あ、今のは入れておきたかったでしょうね。 FC 東京、大事な同点のチャンスでしたが、ここはゴールならず。左へ出して、送って、左に振って、右サイド長いボール。グランパス、後半の立ち上がりどう思われますか？はい、リードしてますから、まずまずの立ち上がりじゃないですかね。グランパスボールになります。そこから滝沢、一旦後ろへ返します。右へ出して、そして角田、そしてここは貝本、激しく奪い合います。続きますね。さあどうする、さあ中に入れる、よく守っています。さあ正面だ、素晴らしい集中力、タッチラインに逃れました。グランパス1対0でリード、まだ勝負は分かりません。よく守ります。またタッチを割りました。ここで選手交代、ボールを入れるのは金沢。グランパス、ちょっと勢いが落ちたような気がするんですよ。かもしれませんね。ただリードはまだ1点だけですからね、前に乗って危ないですよ。この位置から蹴るのは貝本、ボールはゴール前、ここは精一杯クリア。この位置でボールがタッチを割りました。ボールを持っているのは中村、ディフェンダー必死にコーナーへ逃れました。またチャンスですよ。グランパス、まだ流れはあります。さあショートコーナーだ、ゴール前入れてきた、来たか、あっとわずかにそれた。いやー、いい位置にいましたね。はい、拾ったのはカジ、スクエアにボールを運びます。まもなく後半の30分が経過します。右サイドを使ってきた、一気に前方へ送る、頭で返して、さあワンタッチで、ウェズレイ、大きく横へ運んでいきます。大きく前方へ、秋田、激しいマークを見せます。横へ運んでいきます。同点のチャンス、いいボール、早く押し込みたい FC 東京。ここはクリアされます。右サイドの攻撃になりました。来たじゃないですか、近藤、どうだ、これもクリア。ここぞというところにはしっかり寄せてますよね。縦へのロングパス、ここは戻します。右を使って、あ、これは大きい。この位置からジャーン、左サイド長いボール、
繋いで本能。今後半の40分が経ちました。まだ目が離せない。さあロングパスだ。さあ一気に前線を送った。これは通らない。ロングシュート、今度勢いのあるシュート。これが決まっていれば同点だったんですが、中西さん、うん、でも勢いが見えてきたんで期待しましょう。さあロスタイムです。右に振って下がったボールは本能。さあ縦右へ展開して、おっとここで試合終了のホイッスル。1対0グランパス、1対0で勝利。踏ん張りました。中西さん、前半1点が入りそのまま終わった結果となってしまいました。いかがですか。はい、後半もお互い攻め合ったんですけどね、グランパスとしてはそこをなんとかうまく見切ったっていう感じですね。本日の試合は1対0グランパス勝利しています。さあ放送時間がそろそろ少なくなってまいりました。解説は中西哲夫さんでお送りいたしました。中西さん、本日はありがとうございました。ありがとうございました。実況はジョン・カビラでお届けしました。画面のハイライトシーンを見ながらのお別れとなります。それではまた皆さん、またお会いしましょう。